筑波チューニングカー最速タイムを奪還すべく、チューニング界の巨人 HKS が再び筑波へ。ベース車両はトヨタ86、水平対向のオリジナルエンジン FA20 を 2.5 リッターまでスープアップ。 GT3 5R ターボとの組み合わせで800馬力トルク90キロを発生。走りの肝、足回りは前後ともダブルウィッシュボーンだ。今現在この車がですね、 HKS のフラッグシップにあたる車になっておりますけれども、速いタイムを出すためにということで、エアロダイナミクスの方もですね、今主流というか最先端の形状をですね採用して、車の箱として速いタイムが出るようなポテンシャルのものを使っております。今現在はですね、筑波サーキットという場を現場として開発を進めておりますけれども、今後はですね、国内のサーキットであったり海外の方も視野に入れまして、さらなる展開を考えております。いらない。50秒はもう嫌だ。この後ちょっとパワーが上げてみて上がるのかどうか。渾身のスーパーラップを一周フルプレイでどうぞ。
ついに箱車で49秒台突入。谷口が車内で吠える。